どうもこんばんは、平井弘明です。スライス悩んでませんか？かれこれ1年半前ぐらいですかね、ワンアップゴルフ始めさせていただいて、1本目に上がった動画がドライバーの安定感とか、なんかスライスとか右折禁止みたいな看板が出てたと思うんですけどやっぱりスライスの悩みが多い、特に 1W ですね。これの多分スライスの悩みが多分多いと思うんです。なんで改めてドライバーのスライスについて動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。やっぱりこう原因って多い、めちゃくちゃ多いと思うんだよな、ドライバーのスライスって。なんで一個ずつ思い当たることちょっとやっていきましょうか。まずはドライバーのスライスで一番多いのは、もう飛ばそうとした時のスピンアウト、振り遅れね。これこういう状態、これが一番多いと思う。でそれはね、ドライバーって一番軽いし長いし、やっぱ飛ぶから飛ばしたいし、もう振り遅れ要素たっぷりのクラブなんでね。これ例えば本当にリストを使ってヘッドを動かすっつって、こうやってやったらこう右に大きくは曲がっていかないのよ。あれで例えばまっすぐを意識してこうやって打ったら、まあまあこういい球って出てくるね。だけどコース行ったらやっぱこういう打ち方ってなかなか難しくて、やっぱり自分のアドレスを取って自分の振りたいスイングをやっぱしちゃうんだよね。そうするとやっぱり右に出る確率って相当高いんだよね。けどあれでいいんだ、コースで全然いいと思う。最初戻せるまでは、例えば振り遅れが一番多いんだよね。で振り遅れる原因ってやっぱり右膝が出たり、それが原因で連動することって前動画でやったじゃない、手が浮いたりとかクラブが寝るとか。それが出ないようにするにはどうしたらいいかっていうのをやってあげなきゃいけないから、まず右膝っていうのは右膝出さなければもちろんいいじゃない。例えばその時に出た状態でここの位置にするには、こうやってクローズスタンスにして出したらまっすぐになるじゃない。こういう状態にしたっていいし、いいの、何だっていいの、いいいいいい、全然いいよ。こうやって出た時に出るのが分かってるから、出た時に合わせてスタンス取ればいいと、うん、そう、それもありだし、例えば右膝が出たとして前傾変わんなかったら全く関係ないから、例えばこうやってアドレス取ってるんじゃない、で右膝出ても前傾変わってなかったら何にも動いてないじゃない。そうだから何にも変わらないの。要は右膝が出ることで連動することがいけないだけ。例えば上半身起きる、上半身起きたら絶対手元変わるじゃない、手元変わったらクラブが起きるじゃん、でスイング中に起きたら寝るじゃない、それがいけないだけだから。そうだから最終的にクラブ単体が寝なかったら、起きても膝出てもクラブがこうやってなってたら関係ないの。こうやって膝出して上半身起こしてまっすぐ戻ってたって右には飛んでいかないの。うん、最終的にクラブが寝ること、戻ってこれないことが何なのってことだから、それが出なければ問題ない、まあ、だから前アイアンでさ、トルクが右膝出して打ってって言ったじゃない。そうあれも右膝めちゃくちゃ打つ前に出てんだけど、でも上半身が起きてないから関係ないっていう。手浮かしてクラブ寝かして右膝出すの、全然ないですもん。何それ。もうね、あのね、もう登録はね、俺のクラッシャーだから本当に俺この間ね、登録にね、右膝出してって言われたけど、俺それ1個だからできたよ。だけど3つはなかなかないよ。3つ意識しなきゃいけないからね。そう、難しい。逆にちゃんとできてるかな、膝出てるかなって感じだから、だからそれがね大きい問題だよね。前も動画でやってるけど、うん、出さないようにしようと思って、うん、出ちゃうから、うん、ミスっちゃうだけで、うん、もう俺右膝出るしと思って、うん、でも出ちゃうけど、うん、クラブが出ないようにしようと思って打てば、うん、抑えられると思う。全然抑えられる、関係なくなっちゃう。右膝を変えんじゃなくて、うん、違うところを意識した。そうそうそう、右膝が出る、どうしても出るんじゃったらクラブを寝かさない方を意識した方がいいの。クラブが寝ちゃうんだったら戻せてないってことだから、戻ったら寝ないから、だから戻る何かを自分で見つけた方がいいんだよね。例えばその寝る方がずっとやっぱり右脇はつけたいって言ってたら、戻すのには相当時間はかかると思う。だからこうパッとしてあげるだけでクラブは寝なくなるから、それスイング中に意識するだけで変わるってことなんだよね。でまずそれで打ってみた方がいいよね。でもそれはそれでかっこいいね。右膝
座出てんのにめっちゃいい当たりするみたいな。いいよね。ね。関係ないんだって。そう。えってなるじゃん。なるうん、でもさ、それでさ、めっちゃいい球打ってごらんなさいよね。僕じゃねえんだ。そう。なるじゃんね。関係ないのよ。すげえ悩んでても一緒治んないやと思ったら違うとこ意識してみた方がいい。そう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 、本当に本当に。右膝出ること前提にね。そう。もしそこで悩んでたら意外とそこ悩まなくてもいいですよってとこってたくさんあるから、それは左肘もね引けるのもそうだし、だからスライスが出る原因ってやっぱいっぱいあるってこと。もちろん単純にカット軌道もう出るじゃない。でもカット軌道でもクラブが寝てなくてフェースがまっすぐキープできてたらフェアウェイの真ん中に左から戻ってくるスライス、そう左に出てってこと。そうそう、左に出てまっすぐ出てスライスするからターゲットから遠ざかるじゃない。それミスじゃない。だそれが出なきゃいいから必ず左に引っ張れて、だからそのスライス打つ時なんかは左肘引いちゃったらいいのよ、こうやって大げさに。ああいうスライスがミスとして出るんだったら今みたいにああいうスライスを打っちゃうの。したら今どうやって動いたのって言ってその動きが伝えられるようになってきたら、じゃあ逆にじゃあこの今言ってる動きをやらないでっていう風にできるようになってくるから、あれでドローを打とうとしちゃダメなのよ。そうめっちゃ難しいから、だって今スライス出てんだから。だから左向いたっていいし、まっすぐ多少向いてそっからカット軌道でこうやって打ったっていいのよ。そう、あれは結局本ちゃんに近いショット、こう腕伸ばしたまんまただカットに振っただけだから、体の回転でボールを一回左に引っ張ってスライスを打ってるから、そうあれは飛距離ってあんま落ちないんでね。左脇も締まってるし、もちろん左肘引いたらすごい曲がりも大きくなるし球も軽くなるから飛ばないんだけど、でもちゃんとスライスって打ってあげるだけでだいぶ飛距離っていうのはキープできるから。あとはね、ヒップバックしちゃう、こういう風に。そう、これもすごいスライス出る。あとチョロも出る。だからそれも良くない原因だよね。あとは左足リードいやそんなのないけど、そんなのないけどないけど、左足リードで間に合わなかったらもうこうなるから。やばい、どっか行っちゃうあれでしょ、戻らないから。だって左足リードしてんだもん。元も子もないこと言っていい、ゴルフはヘッドがリードだからいや間違いなく、そうだよね。どこで打ってんのって話だ。間違いない。いや本当にね、ヘッドがリードしてる人が100歩譲って左足リードするなりしてもいいけど、どこもリードできてないのに左足が一番最初にリードしてたらもうグッバイ。それぐらい危険なことなんで、そこはちょっと注意していただきたいポイントですね。あとは結構多いのが肩の回転不足。これもね、なんかのね、他のなんかなんちゃらかんちゃらで見たんだけど、腰回転して肩は回転するなっていうことを書いてあったの見たの。それはそれでもちろんその方の理論だから何も言わないけど、いやないでしょそれは。やばくないかなと思って。やばい、だって置いてきぼれじゃん。そうだよね、肩回んなかったらだって腕結果的にそうなってナイスショット打つのはいいけど、自分からそれをやったらもう多分やばいと思う。肩回んないで腰だけ、そうって書いてあった。俺この間レッスンした方で全然飛距離飛ばないっつって、球も曲がる、スライス出る、肩の回転足んないからもう打ち終わった後後ろこうやって向くイメージで打ってっつったら、ガン飛び、全然肩回転足りてないですって言ったの。すげえいい球打ってた、シム2。やっぱりね、肩止めてこうやってイメージがやっぱりこう先行しちゃうと動かないじゃん、クラブが、肩が動いてないんだから。こうやってやるしかないじゃない。要はどん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 フォローを取れば取るほど詰まるじゃない。でそこを解放させてこうやってやってあげる。それだけで全然フォローのデカさが違うから。フォローがデカきゃ飛ぶから、後ろ向いた方がいいな。後ろ向いた方がいい。だから俺打たない打たない打たないって言いながら回転するでしょ。だいたい俺いつも3回転するじゃない。そうだから、あれのやっぱり3回転はした方がいい。そんぐらい大事。要は左を向き切ることが大事。だって左肩止まってて右肩こうやって回そうとしたら、どん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 こうやって突っ込んでくる、詰まってくるじゃない。詰まってきたらクラブはもう止まって寝るから、行き場所なくなって、したらチーピン来るから今度ね。だそうなんないようにこうやってこうやってやったら、こうやって、なんで笑ってんのこれ決してふざけてはない、本当に。右肩突っ込んだ方がいいんだじゃん。右肩突っ込んだ方がいい。その分突っ込んでも左肩引いてあげれば、あちゃんと回れば、ね、ま、回れば OK、うん、このまんまこうやってこうやってこうやってやって
何ラブレボリューションあ、それテルミーでテルミーだ確かにテルミーそうテルミーだもん、そうそうそう、それは本気で大事、うん、もうね、変わってきちゃったのそれぐらいフォローで左肩、まあうん、左肩をこうやって回すなり右肩突っ込んでもいいけど、とにかくこっちを向き切ることっていうのがめっちゃくちゃ大事。詰めちゃダメ、詰まっちゃいけないから。飛ばしたいイコールクラブ加速させてあげてんのに行き場所がないことがもう良くないじゃない。もう勢いよく走ってったクラブの収まる場所を作ってあげなきゃいけないから、止まってる暇ないんだよね。もう一周回ってきてインパクトしたいぐらい、ね、間違いない、ほんとそんぐらい止まりませんクラブみたいな。そう、それぐらいの行き場所は欲しいの。そういうことよね、うん、イメージ的に。そう、特にドライバーなんか飛ばしたいんだからそうするとクラブがどん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 ヘッドがリードしてきて間に合うようになってくるから。そうだね、そう、そうすると止まらないくなるからちゃんと捕まえられるようになるんだよね。詰まって止まっちゃったらもう本当開くことしかできない、要はもう抜くことしかできないから、それがなんない方がいいよね。止めるんだったら下止めた方がいい、下止めて上動かしてあげた方がよっぽどいいから、それはね絶対やってあげた方がいい。下は頑張って止めなきゃいけないから、ね、そう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 、上は頑張って動いていいけどね、うん、うん、そう、下はねやっぱりねそれを受け止めてあげないといけないから、頑張ってね、みんな動かそうとしてるから、そう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 、頑張って動かないようにしてね、そう、我慢しなきゃいけない、やっぱり頑張ってね、そう、頑張って止まるの。あれでも全然振り遅れてるから。あ、そう、めっちゃ振り遅れてる。要は今の9割5分とかほぼ10割で振って右もめっちゃくちゃ力んで、あれで振り遅れてるから。そうだ、あの力で頑張って振ろうとしたらやっぱり難しいのよ。でフィニッシュ取るよ。今めっちゃくちゃいい、いい、あれは全てのタイミングが合ってて下頑張って止めてもうガッチーンっつって打ってるの。あれぐらい頑張んないとインパクトゼロには戻んない、振れば振るほど動いちゃうとね。そうで、仮にこれぐらいの力感って言ったら別にスイング自体がゆっくりだからあれぐらいポーンって戻してあげたって戻るわけよ。振ってるスイングスピードによって返し度合いっていうのがやっぱ変わってくるじゃない。振ったら振っただけ遅れるから強く戻さなきゃいけないし、でそれがこうきっちり一致してないと左に行き過ぎたりっていうのも出るし、もちろん足らないともちろん右に行くけど、度合いだよね、それが大事だから。はぁ、あ、疲れちゃったそう、振ったから、ね、振ることはね慣れてないんで息上がっちゃうんですよそう、そんぐらい頑張ってます。だから本当に上がぶれないように下を使ってる方が相当疲れるから、それはちょっとやってあげてください。そうすると止める方が疲れるのね。そう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 、動く方は別にこう一回スピード乗っちゃえば、そうだね、うん、やる必要ないから。もちろん自分がこう視点軸になって周りをクラブが動いてる方がもちろん飛距離も出るし、それで間に合えばスライスっていうのは減ってくるんだよね。そうだからこれも結局スライスが出ないスピードで最初こう振ってあげること、右には絶対行かせないっていうインパクトでこうやって振ってあげることが大事だから、それはどれぐらいなのっていう度合いだよね。それを練習で距離をだんだん伸ばしていってインパクトゼロの度合いっていうのを確かめることは大事。スイング云々よりも戻ってるかどうかの方が大事だから、戻ってるスイングが全部できるんだったらそのスイングがいいって判断になるから、どんな気に入らない形でもね、だそれをやってあげた方がいいですね。また改めてスライスの原因っていうのをいろいろお伝えさせていただきました。もちろん他にもいろいろ原因はあります、ありますが、ワンナップゴルフ毎回言うようにその方のスイングをなるべく見させていただいてその原因を追求していった方がいいので、まあ、なんとなくアドバイス程度に動画を撮らせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。